はい、それではね、今回は高等植物の分類、まあ陸上植物のね、分類の、まあ最後のまとめですね。まあ全部今まで出てきたことをね、まあ一個一個確認していきましょうっていうことですね。あとはね、ちょっとね、それをね、あとは高校生物とちょっと結びつけるような形でお話していきます。はい。まず、これね、高等植物、ね、陸上植物って言われるやつはね、どんな植物言いましたっけ？はい。今一瞬見えてたと思いますけど、隠しましたね。はい、何でしたっけ？ね。はい。筆植物、裸子植物、下植物、苔植物。ね。この4つでしたね。はい。皮脂、だし、シダ、コケのこの4つでした。この4つが高等植物、陸上植物って言われるやつらでした。はい。で、こいつらの特徴、一個一個まあ整理していきましょう。ね。筆植物。ね。筆植物の特徴は、一個ずつ、上から行かず、下から行きましょうか。下から順番に行きましょう。コケから行きましょう。コケ植物。コケ植物の特徴。コケ植物の特徴っていうのは、造卵器、造成器を作りますよ。ね。阿部ちゃん先生がね、なんか絵描いてましたね。なんか精子がピロピロとかね、いう絵描いてましたね。胞子飛ばしますよとかね。まあ胞子のからね、胞子飛ばしますよとかいうのとか。ね、精子をちょろちょろって出しますよとかね。で、それから卵のとこまで行きますよみたいな話してましたね。あのね、卵を作るっていうのが造卵器ってやつで卵が作られるんですね。で、精子っていうのは造成器ってやつで作られるんですね。で、その造卵器とか造成器っていうのを使って、で、それをね、使って受精させて、で、次世代ね、次の代を作る。次の子供をね、作るっていうのを、シダとかコケとかをやってるんですね。造卵器、造成器っていうのを使う。で、まあちょっと今、コケ植物の話ですけど、造卵器を形成しますよと、作りますよと。で、陸上で暮らしますよと。まあ、陸上って言ってもね、ちょっと出てるぐらいですけどね、水面からね。陸上で一応生活しますよと、コケ植物。で、受精を行いますよと、受精しますよとね。で、いっぱいたくさんのね、細胞からできてますよと、多細胞って言うんですね、それをね。たくさんの細胞からできてる多細胞。我々人間も多細胞ですよ。ね。多細胞。で、真核って言ってね、核っていうのを持ってるんですね、細胞の中に。ね。細胞のね、栄養、まあこう、細胞をね、観察してみるとね、顕微鏡ね、やりましたね、顕微鏡。顕微鏡で観察してみると、細胞の中にこれ核っていうのがあるんですね。はい。核っていうのがあって、で、この核の中にね、皆さん聞いたことあると思います。DNA とかね、遺伝子とかね、そういうことも聞いたことあると思いますね。それをこの中にしまってるんです。しまい込んでるんです。ね。そういうやつを真核って言います。ね、で一方ね、この核ないやつね、核っていうやつがないやつね、この遺伝子とか DNA をね、これにちょろちょろちょろってね、このなんかあの、細胞の中にね、細胞って言うんですけど、細胞、あの、一個一個ね、細胞でできてるんですけどね、体っていうの。細胞の中にちょろちょろってね、適当に放置してるやつが、真核じゃなくて原核って言うんですね。原核細胞って言うんですね。一応漢字で書いていきますか。原核ってね、幻見える方原核やと思われたら、ちょっと思われてね。原核ね。はい。こういう漢字を書くんですね。原核細胞っていうのがあるんですね。はい。まあ、これは別に高校でやる話ですから。ね。高校で習ってください。はい。で、あとはね、このクロロフィル A っていうのがあるんですね。大物ですね。はい。葉緑体の中にはね、クロロフィルっていうのがあって、で、そのクロロフィルっていうのがあるおかげで、光合成ができるんですね。光合成の話聞いたと思うんですけどね。その光合成するためのこのクロロフィルっていうのがあるんですけど、このクロロフィルにも一応ね、A とね、B と C とあって、ね、そのうちの A を全員も、A を持ってるんですね。後継植物、ね。A を持ってる。A と、あと B ですか。A と B 持ってるんですね。クロロフィル A と B を持ってるんですね。まあ、今回はね、ちょっとここ、ちょっとね、まあ、板書の関係上、クロロフィル A っていうふうにしてますけど、まあ、ここからね、ここまで全員共通で持ってるのがクロロフィル A なんですね。まあ、ものによってね、ちょっとこの辺、ね、ちょっと下のところ、ね、皆さん、これ、今回出てきてないですけど、ね、わかめとかね、何ですか、昆布とか、ね、あとは、天草でしたっけ、ね、とか、いろいろ聞いたことあると思いますけど、ね、あの辺は実はね、B じゃなくて C 持ったりとかするんですね。今言ったやつが全員ってことじゃないですよ。その海藻の中にはね、クロロフィル A とね、クロロフィル C ってやつを持ってるやつがいるというやつもいるんですね。いろいろいるんです。ね。いろいろ種類がいるというわけなんですね。クロロフィルにいろいろ種類があって、それをね、そのクロロフィル持ってるやつや、クロロフィルね、それ持ってる種類もいろいろだってことですね。そんだけちょっと頭の中に入れてくれたらいいですね。で、まあこんな風になってますよと。コケ植物は造卵器造成器作って、で、陸上に生活しますよと。いうようなやつだと。ね。なんかこいつらなんか、こういう化粧物あんま大したことなさそうですね。で、次の、シダ植物。シダ植物を見てみると、まあ、造卵器造成器を使いますよと。まあ、さっきと一緒ですね。はい。
ちょっとこれつまりすぎてて見にくいですね。ゾウラン偽造石を使いますよと。作りますよと。で、ここ、シダ植物。ちょっと違いますね。さっきの高級植物。異観測を持ちますよ。これ大事でしたね。異観測を持ちますよ。ね。同感とかね、歯間を持ちますよと。まあ、シダ植物は同感じゃなくて、可動感でしたね。可動感。可動感を持つ。いうわけでしたね。可動感と歯間を持つ。で、気管形成。気管形成ってね、ちょっと言葉今まで聞いたことないかもしれないですけど、気管形成っていうのはね、簡単に言ったら、葉っぱとかね、根っことかね、茎とかね、花みたいなもんですね。それを気管っていうんですね。花、ね、葉っぱって言わないですね。葉、茎、根、ね、っていうのを、根、ね、茎、葉、花っていうのを気管っていうんですね。その気管の文化がある。ね、シダ植物とかラ植物には花はないですけど、花に似たやつありますよね。シダ植物に花に似たやつありますけど、花っていう構造はないんですね、実はね。で、このラ植物とかシダ植物には、根、ね、とか茎とか、葉っていうのがしっかり分かれてましたね。はい。まあ、後継植物ってやつはね、それに加えて、それと違ってね、花根っていうのがありましたね。花根ね。阿部ちゃん先生が話しましたね。花根ね。花根っていうのが後継にもあるんですね。はい。で、ここか、花根っていうぐらいですからね。あ、花根、あ、仮の根って書いてるんですよ。花根ね。花根っていうぐらいですから、ね。これ本当の根じゃないんですね。だから分化してないです。器官形成はされてないんですね。シダ植物、後継植物の時点では。で、あとはちょっとこれは本体防止体って書いてるんですけど、これ本体防止体っていうのは何のこと言ってるかっていうと、阿部ちゃん先生が、固形植物のとこを話してるときに、こいつは、精子とか、卵、ね、で、なんか受精しますよ、みたいな話してましたね。っていう話をしてた。それは、その飛ばしてるね、その精子とか卵のこと、配偶子っていうんですね。配偶子。ね、で、配偶子を飛ばす。ね、配偶子、飛ばすっていうかね、配偶子を作るやつっていうのが目によく見える。目によく見える。ね、よく見るやつ。よく見る形態っていうのがその配偶子を作って、作る形態っていうのをよく観察されると。ね、普通にその辺にいるときには、その配偶子を作るような形態で観察されるやつのことを配偶体っていうんですね。ね、なんで、固形植物っていうのは配偶体です。本体がね。本体っていうのはよく見る形ってことです、ね。よく見る形を配偶体なんです。一方、シダ植物。シダ植物ね、胞子の方から胞子飛ばしますよってね、話になりましたね。ですから、胞子を飛ばす。胞子を作る。胞子を作るやつが本体ってことですから、胞子を作るやつが本体ってことで、その本体が胞子体ってことですね。よく見る形態が胞子を飛ばすタイプだから、胞子体っていうんですね。っていうですね。まあ、これ、まあ、ちょっとだけ頭の中に入れておくといいかもしれないです、ね。で、まあこんな感じと。で、シダ植物それで終了というわけですね。で、次、フランシュ、ラッシュ植物。ラッシュ植物になると、ね、このゾウラン偽造世紀っていうのをやめて、廃止して、種子形成に変わるんですね。種子形成に変わる。ね、さっきのラッシュ植物の、特徴に加えて、種子形成っていうのをやり始めると。あ、加えてっていう表現良くないですね。ゾウラン偽造世紀のやつはやめてますからね。そこをやめて、種子形成っていうのに切り替えたんです。シフトしたんです。ね。で、種子形成をラッシュ植物からはするようになりましたよと。ね。ラッシュ植物から上、ラッシュ植物から被植物は、そういう種子形成をするようになりましたと。で、ここの、ラッシュ植物の異観測。何でしたっけ？ラッシュ植物の異観測は、歯間と可動間ですよ。ね。シダ植物とラッシュ植物の、ね、水を運ぶやつは、水とかね、その、土の中からね、吸い上げた養分とかを運ぶやんは、導管じゃなくて、可動管ね、可動管です、ね。で、次、被植物。被植物はね、このラッシュ植物のね、さっき持ってた、特徴に加えて、ね、脂肪壁を廃止が積みますよ、とね、脂肪壁を廃止が積みますよ、ね。で、次、あとは導管を持ちますよ、と。可動管ではなくて、導管を持ちますよ、とね、いうふうに変わるんですね。で、あとこれ、重複受精を行う。これはまあ高校でやります。高校でね。この重複受精ね、ちょっと気になる。ワードがね、気になるなーって人はね、学びの中で検索してみたら、ね、多分重複受精出てきますからね。重複受精の話ね、ちょっと見てみてください。はい。っていうふうになってますよーと。ね。こんな風にね、どんどんね、この後継植物からね、被植物に向かって、どんどん新たなね、その特徴がね、追加されていってますね。新たな特徴を追加させていって、ね。あとこれちょっと住んでる場所考えてみてください。苔、水辺、
苔はね、もう完全にピチャピチャピチャみたいなところに住んでますね。で、シダ植物は、まあ、割と水辺。ね、河原とかに住んでますね。つくしとかね。河原行ったらつくしとかポポポって生えたりとかしますね。つくしってシダ植物ですよ。ね。ね、シダ植物がね、河原にいるなぁと。で、ラッシュ植物。まあ、ちょっとまあ、イチョウ並木とかね、あるなぁと。で、必植物、普通に山の奥とかに生えてるなぁと。いうわけで、どん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 水辺から離れていってるんです。ね。どん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 水辺から離れていく。水辺から離れていくために、こういう形質をどん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 足していったんです。ね。水辺にいる間は、だからシダ植物、結構割と水辺の近くにいますね。この二つは、水の近くにいるから、増卵器、増生器を使うんです。ね。水が周りにあるからね。水が周りにあるから、卵子とかね、卵とかね、卵じゃない、精子をね、離すだけで離してね、ピャーって離すことによって、で、次のね、水のところね、ちょこちょこちょこ置いて、置いていって、ね、近くのね、その増卵器のとこまで行って、ね、卵のあるところまで行ってね、受精すればね、次の代が作れるわけです。ね、次の子供をね、作るね、家庭ができ、家庭っていうかね、そういうサイクルをね、作ることができるわけです。でもこいつらは、水辺から離れてるから、そんなことができないから、種子形成に切り替えた。ね、っていうことです。で、このね、どんどん新たにね、掴んでいったこの特徴っていうのは、水を得られない、簡単に得られない環境に対応していくため、こういうの適応っていうんですけどね、それをするために、こういう形質を手に入れていったんです。ね。はい。で、あとはあれですか、なんか口くらそうの話ですね、口くらそう。あ、この辺は口くらそう持ってますね、上3つ。ね。口くらそう。まあ、上に行くほど発達してますけど、ね。クチクラソウみたいなやつを、クチクラソウみたいなやつ持ってるやつ、クチクラソウ持ってるやつみたいな感じですね。はい。って感じですか。はい。で、ここのね、ちょっと話として出てきてないのは、形成層のお話だけ出てないですね。出てないですね。形成層はね、ちょっとこんな風に書くとね、ぐっちゃぐちゃするんで、形成層だけ別個に書いてます。はい。じゃあこっち行きましょう。はい。形成層。形成層は、もうね、このもう、よくよく見る形はこういうやつですね。この形成層、オレンジのやつがあって、で、あと、この異管束がね、外と内にありますよ、みたいな感じです。よく見ますね。これ、どっちが導管でどっちが歯管か覚えてますか？ね。僕、言いましたね。そういう葉っぱの時にね、さらーって言いましたけど、内の水道管ですね。内側が水を通す導管ですね。内が導管、外が歯管。で、この間に走ってるやつが形成層ですね。で、この形成層、ね、持ってる植物っていうのがね、まあ、大きく2つタイプですね。草子葉類と裸子植物。ね。必植物の草子葉類と裸子植物が形成層を持っている。ね。でも、実はね、実は単子葉植物の、とかね、シダ植物の一部、ほんの一部ですけど、ほんの一部にも実は形成層っていうのは見られます。ね、実は形成層を持っている他にもいるんですね。はい。この辺も実は持ってる。一部ね。なんで、まあ、ここは最悪覚えなくてもいいです。この二つ。下の二つはね。単子葉とシダ植物が一部持ってるなって覚えなくてもいいですけど、こっちは覚えておきましょうね。草子葉と裸子植物が持ってるっていうのを覚えておきましょうね。これは、あれですね、大学入試とかでね、こうなんか、選択問題とかでね、なんかもう、形成層を持ってないやつは、形成層を、例えば、シダ植物は形成層を持っている。シダ植物は全てですね。全てのシダ植物は形成層を持っているとかいうふうに、ね、選択肢が出てくるんですね。全てじゃないですかね。バツです。もうこれだからこっちだけ覚えておけばね、形成層をシダ植物は持ってないなって判断できますから、バツってできますね。ですから、ね、しっかりね、ここ。これね、頭の入れていきましょうね。はい。ちょっとね、今回は結構、高校の内容にもね、踏み込んだ内容、ね、この神格とかね、まあ、この神格なんか今初めて聞いたでしょうけど、こうしたいとかね。まあ、重複重生の話はしませんでしたけど、ね。こう、ちょっと踏み込んだ話はしました。はい。これね、実は、今この書いてある順番に、進化っていうのね、起こっていってたんですね。シアノバクテリア、で、藻類のある一部の、ね、一部のね、系列。で、あと藻類のまた一部の系列が出てきて。で、そこからね、シャジクモっていうのが出てきて、シャジクモっていうね、こいつが、この陸上植物のね、祖先だったんです。ね。祖先。一番、こいつから、この陸上植物ができていった。できていった。進化していった。っていうことですね。はい。なんで、このシャジクモっていうのも一応ちょっと頭の片隅に入れてるといいと思いますね。で、シャジクモがいて、で、こいつがコケとかね、コケに進化して、で、コケからね、シダが進化してきて、シダからラシが進化してきて、で、ラシからね、ヒシが進化してきたというような感じになってですね。はい。で、実はね、あとね、ちょっと、これは進化分類のところでね、で、進化と系統のところでね、生物のところの授業で、高校で出てくるんですけど、
ここにね、実はね、シダ種子植物じゃないですね。シダ種子植物。ね。進化の途中、ね。シダ植物とラッシュ植物の途中のね、シダ種子植物っていうのがいるんですね。まあ、それはまあ別に、ちょっとね、まあ高校で、ね、まだ出てきますわ。その時にね。まあその時に、あ、そんなこと言ってた人いたな。ね。まあ別に僕の名前を出さなくていいですから。ね。まあそんなこと言ってた人いたな、ぐらいの感じでいいですから。ね。まあぜひぜひ、ちょっと頭片隅に置いといてもらえるといいかなと。あと、すいません。あともう一点。ね。ちょっと時間長いですけど。もう一点。このシアノバクテリア。シアノバクテリア。せっかくですから、シアノバクテリア今回書きましたが、これ絶対覚えておいてください。これ。こいつ。こいつは絶対覚えておいてください。もうね、高校入ったらすぐ出てきます。高校入ってね、生物やり始めたらすぐ出てきます。もう一瞬で出てきます。シアノバクテリア。ピュッとね。もう、1学期の間に絶対出てきます。ね。高校入ってね。生物やり始めたら。もう2ヶ月以内に出てくると言ってもいいですね。はい。確実に出てきます。ね、一番最初のところのね、章のところの一番最後の部分にね、共生説ってお話があるんですけど、そこのところで、このシアノバクテリアっていうのが出てきます。ね。なので、ね、高校生物ね、これから勉強しようかなっていう人はね、絶対頭の上に出てみましょう。シアノバクテリア。はい。まあ、こんなもんですか。はい。まあね、このね、進化のね、流れとね、進化と、進化のお話とかね、多様性のお話っていうのがね、結構高校のない中でもね、高校の生物では重視されたようなお話の流れになっているので、まあせっかくですからね、ここで進化の流れ、まあ大体でいいですね。ここまあいろいろあるんですけど、ね、大体ね、こんな感じの流れなんだなーってことだけ頭の中に入れておいてくれればいいかなと思います。はい。あとはね、それぞれのこの特徴ね、を押さえ てください。上4つは絶対押さえ てくださいね。シダから、ラシからね、コケまでの4つに関しては、特徴と、そのね、特徴と、その進化の順番、コケからシダ、シダからラシ、ラシから皮脂っていうふうにね、ちゃんと頭の中に入れておくようにしておきましょう。はい。それではね、これで全部授業が終わってしまって、次のね、終わりにではね、それぞれの先生が、僕を含めね、カリンさん、アベちゃんの先生、で、カリン先生、アベちゃん先生、ヒゲ先生、で、僕トムソンがね、まあお話しますんで、まあそれね、ぜひぜひ聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。それではね、これで、ニューキッドメガジェル中学生物の授業の部分がね、終わりです。はい。それではね、次の動画へ行きましょう。